D 先輩です。ノクターン。D 子だよ、ノクターン。ボスに挑む前に、まだ行ってないところだけ見てみましょう。いくつか残ってたんだよね。長いエリアの右側に扉があるようです。ボーリングはあそこだけだったのかな？ここの右ですね。いきなり動くから気をつけないと。一回で乗れたね。HP だったか。まあ嬉しいかな。他はなさそう。で、下の方にもポーションがありましたよね。そうそう、落ちちゃったんだよ。オッケー。よっと。あれ？バーがあるじゃないか。あ？まさかの緑骸骨。中ボスか。しかも以前の流れで言うとエレメンタルじゃないかな。前は雷だったね。今度は炎か氷か。周りの感じからすれば炎が有力です。基本的に暑そうなエリアだもんね。灼熱のままで行くか。違ったらまた付け替えればいいし。よし、じゃあ行こう。やっぱりな。炎だね。リフリート。微妙に違いがあるんだな。ああ、でも防御するのは同じか。なかなか隙を見せないのね。しかしサンダーの時に学びましたが、ガードに固執するよりも、ストップ回避の方が今作は安定するので、そのように戦ったら割と楽になりました。たまに欲張って食らっちゃいますけど、ちゃんとガードないしステップは入力しています。やはり攻撃の瞬間だと受け付けてくれませんね。そりゃそうでしょ。いえ実は、以前実況した、名前は同じスキャッスルゴリア。しかし PS3 のロードオブシャドウの方では、どんな動きをしていても、タイミングさえ合っていればパーフェクトガードになったのです。どういうこと？つまりこちらが攻撃の真っ最中でも、今みたいなタイミングで、ダメ元でガードを入力すれば、ガシーンとパーフェクトガードが成功するのです。え、それすごくない？でしょ？キャッスルバニア、ロードオブシャドウは、割と酷評されがちなゲームなのですが、パーフェクトガードの仕様は素晴らしいと思います。その点は大好きでした。そうなんだね。その癖がついているので、どうしても危ない、という時にガード、としてしまうのですよ。癖なのか。ロードオブシャドウをプレイする前は、ガードなんてせずにステップに頼りきりだった気がするのに、ガードばかりになったのはそれが理由です。まあどちらもバランスよく使えるのが理想ですけどね。そうね、臨機応変に。さて、もう倒せますよ。やったー。もし氷の鞭を持ってたら、さらに楽に倒せたんだろうな。絶対弱点だもんね。そして炎の鞭ですか。よっしゃー。アンデッドは炎に弱いので、スケルトンやゾンビ相手に大活躍です。おーすごい。ちゃんと燃えろ、とか言うんですね。雷も良かったけどやはり炎は素晴らしい。ちなみにここ。これじゃないや。はい、これ。この像ってのがここですよね。なるほど。なってきた。耳も出てる。この状態から次は氷の鞭って、一気に冷やすといいのでしょう。周りのゾンビもヒントになってるのでしょうね。
そうか、炎と氷で。さて、じゃあメインのボス、頼もう。え？何これ、お尻から出たものかと思った。汚いなあ。あ、これは古文書でありましたね。なるほど、しかもいいを持ってるし。これで、聖になったと。ボスが起動したってこと。ああ、ゴーレムか。闇の樹院ではIDとして仲間になってくれたな。そういえば見た目もほぼそのままだね。頼れる存在でした。どの属性がつくのか見てみようか。まずは雷。え？今ゼロダメージだったよね。うん、全然効いてなかった。マジか、まさかの雷無効なんだな。普通のムチで10ダメージ。炎のムチは、お、13ダメージ。わずかですが炎が一番いいかな。5回攻撃で140ダメージなら十分ね。ぶんぶん減ってます。しかも攻撃はそれだけかい。それじゃあ私は倒せないぞ。ああ、投げ始めてる。だってこれだけですよ。さすがに食らいませんよ。おい、もう倒しちゃうぞ。ああ、終わっちゃった。まったくもう。あ、ほらー、そういうことか。くぅ、ただの準備運動だったと。どうやらここが痛いらしいな。よし、ステップでちゃんと避けれる。欲張らなければ大丈夫そうです。やるじゃない。いつも欲張ったり、かっこよくパーフェクトガードを決めようとしたりして失敗することが多いですからね。もしかして今食らってるのか。はい、パーフェクトに決めようとして失敗してます。おとなしくステップしておきます。あれー、でもまた倒しちゃうぞ。ここで食らうのは恥ずかしい。よし。え、まだある。さすがに終わったようです。うーん、でも結構余裕そうだったね。フレームエレメンタルの方が強かったかな。それかもしかして炎が弱点だったのかも。そうでもない。雷は効かないけどね。まあ楽でした。もしかしたら最初の生涯共鳴院をクリアした後、次にここに来てもよかったかもしれませんね。そうね。炎の鞭と雷の鞭、どちらがいいかで決めるといいかも。その聖水の技かっこいい。オレンジ色になってました。ハート消費量は若干上がりますが、これで同じ聖水でも4つの技が使えるようになりました。オーブの数だけ組み合わせがあるのか。どれを使うか迷っちゃいますね。で、ここかい。まだそれやるんだ。動きがキモいし。帰ったよー。よく来た。何が欲しいんだ。お、これは新しいな。20% も軽減だって。すごいじゃないですか。高いだけある。頑張れよ。うお、かっこつけ出したぞ。面白い。古い鎧は売っちゃいましょう。これで少しは回復が買えるかな。それでいいのか？他に何かあるか？
っていうか毒の指輪が高い。何これ、他のと桁が違うんですけど。いっぱい集めたらすごいことになりそうね。ダイヤモンドもすぐ買えますよ。それでいいのか。確かに。まあほどほどに買っておこう。よし、これでいいかな。また来いよ。はい、今回はボスに連戦でした。次回は新しいエリアではなく、逃げ帰った地下爆不明宮に再び挑戦しようと思います。お楽しみに。ノクターン、また見てくれたら嬉しいな。ノクターン。